皆さんこんにちは、登山の YouTuber りょうじです。今回ね、私のね妻のテントのご紹介をするという、テント紹介、まあ夏テントね、テント泊される方多いと思いますので、いろいろテントの紹介動画もね上げていきたいかなと思ってます。じゃあ第1回ゲストじゃないか、私の奥さんのあやちゃんです。あやです。あやです。はい、いつも通りの挨拶ありがとうございます。じゃあテントをね聞いていこうかと思うんですけど、こちらなんていうテントなんですか？ビッグスカイっていうところの、ビッグスカイインターナショナルかな、ビッグスカイインターナショナルのチヌーク 1.5P です。 1.5P、 どこのテントなんですかこれ？わかんない、国はアメリカかな。アメリカかなっていう感じではい、はい、でこれ結構変わってますね。これめっちゃ設営簡単で、吊り下げ式か、でも全然私不器用なんですけど楽に設営できます。まあちょっと分かんない人のために説明なんですけど、これが吊り下げ式じゃなくて、なんて言うんでしたっけ、まあ、ちょっと補足入れときます。でこれがね、あのなんで吊り下げっていうかっていうと、ポールを先に設営して、このこれなんだろうね、フックフックすら出てこないですけど、これでテントをどんどんね上にこう吊り下げるから吊り下げ式という形で言います。なんか知らない人から見るとなんかフライ忘れたのかなみたいな、なんか確かに声が聞こえる時があって、はい、なるほどね。でこれ入り口は1個なの？入り口両側に。ああ、ちょっとじゃあ後ろが、こ一応こっち表側、どっちでもいいんだ。どっちでも作りは一緒？うん、一緒。ああ、なるほど、こっち開いてるんで分かりやすいですね。こんな感じです。じゃあテントの中お聞きしたいんですけど、はい、じゃあ行きます。オープン。すいません、もう我々帰るところなんでちょっとね汚れてますが、ちょっと入ってもらっていいですか？こんな感じでテントは、しっかりこう まくり上げるのもできるもんね。でこれが一人用二人用か、マックス二人、まあちょっと、まあ、女子二人は余裕、まあ、俺も入ったけど全然余裕だもんね。うん、ちなみにちょっと私もじゃあ挿入しますね。はい、はい、テント訪問しました。いつもランプってどこにじゃあつけてるの？いや、なんかここに別にフックいっぱいあるから、なんか適当に。あ、適当に貼ってるんだ。これいいね、これ4箇所に。あ、これ4箇所にあるんだ。なんかこう物をこうやって置く箇所が、あまり重たいの、重たいのダメだね。4箇所、本当だ、あるね、確かに。こういうフックも至る所にあるんで、ちょっとしっかり締めてみて、熱いね、やっぱ締めるとこんな感じですね。あ、これがあれなんだ、メッシュでここ開けてたらちょっと風通し。あー、なるほどね、ちょっと外見るとかっていうのもできる感じだね。あ、じゃこれを要は前と後ろあるから風を通すことができるっていうデザインなんだね。でちょっとこっち側が広いんだね、ポールがある方かな、ポール、ここに多分ポールがあるんだよね、多分。あ、そう、3本目の、3本目のポールがあると。でこっち側が少し前からこっちにザックを置いて、足もこっちか、足もこっちに置いたら上側、顔周りが広々、うん、高さもすごいね、うん、全然この中で着替えとかも置けます。本当だ。他になんかおすすめポイントあります？なんかこのテント使ってて良かったなっていう、なんか思えるシーンって、なんか2人で泊まってもなんか奥の人乗り越えて、それめっちゃいいね、出入りするとか気使わなくていいから。確かに。あ、じゃあちょっとトイレ行くわって言ったら乗り越えていかなきゃいけないのがないっていう、いいこと言うね。あとこれなんか、はい、フックで引っ掛けて 1.5P っていうのは、うん、1人だったら両側全室にもできるし、うん、このフック、ああフックあるね、フックでこう引っ掛けたら広さが若干変わる、全室をありなし変更できるので。あ、すごいね、使う人数によってもっと広くなるんだ。じゃあ、うん、本当は、あ、ここのとこだから片側外して
こっち前室っていう使い方。前室として使うかどうかっていうのを選べるんだ。へえ、ここにじゃサンダルと置いたりとかしてるんだ。置いたりとか、重さはどれぐらい？重さはだいたい 1.5 ぐらいかな。 1.5 か。じゃあこの3本目のポール外してもいいけど、しわった方が強度が増すの。あ、前室か。水溝とかもそうだし、めっちゃいいじゃん。値段、お値段だいたいどれぐらい？わかんないです。これちょっと輸入品で、そういう販売代理店から買ったんで。買った当時は6万円ぐらい。あ、6万円ぐらいか。よく悩んでる方に背中を押すような一言いただきたいと思います。でも私みたいになんか欲張り、いろいろこれが欲しいこれが欲しいっていう人には結構向いてると思います。入り口欲しいとか、設営簡単なのとか追い求めてた私はこのテントにたどり着いたんで。何年使ってんの？今6年目。あ、じゃあもう5年目かな。だからもうちょっといろいろ汚れたりとか。でも6年間しっかりいろいろなところの天場で耐えうることができる性能もあるんだもんね。うん、なんか別に防水落ちてるのかもしれないけど中まで濡れるとかいう思いはしたことないから。はい、以上ビッグスカイのチヌーク 1.5P でした。